はい。えっ、ー、と、それではこのビデオでは、えっ、ー、と、実際にですね、えー、さっきのあの、Google フォームの自動採点を、えー、どういうふうに作るかをご紹介したいと思います。と言ってもですね、もうあの、えー、テンプレートができていますので、その中から、えー、それの使い方ですね。えー、これがその、えー、オンデマンド教師研修の、あの、公式サイトですけど、で、ここにテンプレ一覧というのがあります。で、えー、テンプレがですね、1から4までありますが、これ、あの、何が違うかっていうと、 このテンプレを開くと選択肢の1番目が正解。これを2番目のテンプレを開くと選択肢の2番目が正解。そしてこの3番目の選択肢を開くとあ、3番目のテンプレを開くと選択肢の3番目が正解というふうになっています。ここではこの3番目のものを開いてみましょう。はい、こういうふうにですね、コピードキュメントというふうにいきます。 これが開きますから、メーカーコピーを開いてみてください。これ、今日の小テストって書いてありますね。はい。えー、これがいいです。え、コピーオブ、えー、自動採点、ステンプレゼ03というふうにできていれば正解ですね。はい。えー、で、ここに、えー、質問を、あの、えー、あ、ちょっとこれが邪魔なので少し動かしましょうね。こっちの方にね。はい。えー、じゃ質問はここに書きます。えっ、ー、と、もちろん質問は何でもいいんです。えー、ですけど、ここでは、 そうですね、えー。じゃあ、スター・ウォーズと、スター・ウォーズと、スター・トレックでは、どちらがいい映画ですかというふうに聞いてみましょう、えー。で、この中で正解は3番ですね。1と2と、えー、こ,のこれは間違いになります。なので、ここでは、えー、どちらもいい映画です。 はい。えー、で、えー、どちらもいい映画ではありません。えー、スター・ウォーズです。えー、はい。えー、スター・トレックです。というふうにしてみましょう。はい。はい。こういうふうにしてみましょうね。はい。えー、で、それでですね、あ、で、アンサーキーのところも、あの、しましょう。 え、アンサーキー、ちょっと待ってね。はいはい。うん。アンサーキーを編集します。えっ、ー、と、正解は3番のなんとかですというふうに書いてありますね。えー、じゃあこれを、えー、ごめんなさい。編集するときは、ここの、えー、っと、これですね。あの、鉛筆のマークを押さなければいけません。それで、編、えー、編集は3番の、えー、正解は3番のスター・ウォーズです。 はい。これだけにしておきましょう。はい。えー、もっと昨日聞いたことを書いてもいいんですけど、ちょっとね、はい。時間ないからこれだけにしておきます。はい。もうこれで完成です。はい。で、えー、えー、っと、そうですね。で、これを、あの、学生のメール、学生に送るには、この、センドですね。センドのところから、えー、この、えー、鎖のマークですね。はい。この鎖のマークがあります。これ長くてもいいけど、まあ、ど私はいつも短くしていますね。それをコピーします。 で、このコピーしたものを、えー、あのー、学生が入っているコミュニティですよね。そこに、あの、<coughs> 投稿するといいです。あの、もちろん Google Classroom とか、エドモ o とか、そういう LMS でももちろん構いませんけどね。はい。えー、これだけです。とても簡単なので、えー、すぐにでもできるんじゃないかと思います。はい。えー、以上ですね。はい。じゃ私の、あの、この今回のビデオはここまでにします。はい。それでは皆さん、長寿と繁栄を。